横浜橋通商店街のアーケード、横浜橋通商店街は、神奈川県横浜市南区にある商店街である。横浜橋通商店街、横浜橋商店街とも表記される。大通公園と第3、橋浦船線の間の南北350メートルほどの商店街で、通りの東側はマガネ町、西側は北から高根町一丁目、白田江町一丁目。 浦船町一丁目となる。通りの南端から第3、橋浦船線を渡った先は、中村川まで全長30メートルほどの三吉橋、通商店街で、川のもとには、大衆演劇の常設劇場である、三吉演芸場がある。横浜橋通商店街の組合加盟店舗数は135店。食料品店や衣料品店が並び、キムチなど、 韓国食材を扱う店も多い。この近くに生まれ育った落語家の桂つ歌丸が横浜橋通商店街共同組合の名誉顧問を務めていた。坂東橋駅から徒歩2分、路線バスは国道16号の横浜橋第3橋浦船0 0の3吉橋停留所が最寄りとなる。小金町駅から徒歩7分、館内駅から徒歩15分。 横浜橋近辺には、明治から大正にかけて、商店街組合が形成されていたが、第二次世界大戦前は、マガネ町遊郭の入り口にあたる永楽町の大門通りや、現在の偉大通りにあたる日本橋通り商店街の方が栄えていた。戦況の悪化により、商店街組合は解散。マガネ町側の建物は取り壊され、やがて空襲により焼け野原になった。戦後は、 伊勢崎町や長者町が接収され、繁華街はその周囲に移っていった。横浜橋通り、マガネ町側に10軒の店舗が100軒分でき、1948年には映画館、横浜銀座会館。1951年には横浜橋通商店街共同組合が設立された。1953年には横浜市内発の歩行者天国を実施。 1968年にはアーケードが完成した。横浜橋はかつて吉田神殿に屈作された新吉田川に1896年に架けられた橋で関東大震災復興事業として1927年に架け替えられた。新吉田川は1970年から1972年に架けて埋め立てられ、地表部の大通公園とその地下に 横浜市営地下鉄が建設された。現在は大通公園を横断する道路の一つとなっており、横浜橋の名は商店街や国道16号のバス停留所に残る。前日の通り、勝ツラ・ウはマガネ町の出身で晩年まで道庁に居住していた。歌丸は生前頻繁に横浜橋商店街を利用したり、三好園芸場で、 独演会や一門の落語会などを開いていた。その縁から、同商店街の名誉顧問に亡くなる20年前から就任していた。2011年には、商店街にある公園に植樹された桜が、歌丸桜と命名されている。歌丸が2018年7月2日に死去したことを痛み、商店街では歌丸への感謝を伝える横断幕が、貼られ、喧嘩台が設けられた。また、 一部で、歌丸の同商店街への長年の功績を称え、歌丸通り商店街に解消する動きが見られている。ありがとうございます。